鑑定をよろしくお願いします。はい、おはい、ということで釣りから帰ってまいりました。お疲れ様です。お疲れ様です。で、今回僕たち西釣りは落とし込みという釣りをしてきたんですけど、ここまるさんたちはどういった釣りをしてきたの？私たちは、八重釣りと、あと一応私引かせ釣りやってるんで、引かせ釣りもやってきました。わかりました。はい、そうですね、あんまり釣りに詳しくないんで何の釣りかは分かんないんですけど牛釣りなのってるんで、はい、じゃあ早速中身、そうですね、はい、見ていきましょう。あー、これやりましたねあ、見えた。あ、もう見えました。もうこれ勝ちです。とりあえず勝った方が勝った方が先に見せる。勝った方が先に見せましょう。じゃあ、OK です。はい、最初はグーから。はい、最初はグー。じゃんけんぽい。うーん、あいこでしょ。あいこでしょ。どー、はい、強い。丸さんから。いや、いいんですか？ちょっと、いや、腰にかしますよ、もう。私が朝4時から頑張りましたからね。はい。どうも、いきますよ。はい。はい、それでは、皆さん、まこまるの直下、オープン。パッカー。おぉ。ちょっと、めちゃいる。おぉ、いる。え？おぉ、すげえ。え、これは1キロ以上あるの？よよよよよよ。から袋に入れてたんだ。よよよよ。いい。どこ持ったら持てますかね。すごい。え、待って。イエーイ。アオリイカです。すごい。それはちなみに誰が釣ったんですか？それは、師匠でーす。師匠、はい、すごい。あ、私釣りましたよ、ほら、あのカニとか。かわいい、かわいい。カニが釣れました。カニも釣れるんだ。あとサバ。サバかわいい。サバと、あと野猿釣りのアジです。はい、ありがとうございます。すげえ。いっぱい。煽り何キロなんですか？ 2.2 ぐらいですね。うわお、すごい。伊達に島の背負ってないわ。すげー。山田君、雲行きが怪しくなってきましたね。そうですね。いや、でもうちらも負けてないです。何が入ってるんですか、この大きな大きな。いや、大きいでしょこれ。やばいでしょこれ。じゃあ開けちゃいますよ。はい、どっから開ける？はい、それでは皆さん、オープン。タッタラダッタッタ。よいしょー。あー、食われてる。おお、まさに落とし込みのように。落とし込みのようになってます。すごい。お、あれじゃないですか、同じの釣ってんじゃないですか。めちゃくちゃいたんで。すごい。これは何ですか？それがうっかりカサゴ。うっかりカサゴ。うっかりカサゴ。うっかり食べられちゃったんですね。これこれが、それはなんか余っ、なんか前いたやつが同じイケスにいて、うんうん、もう開けちゃうからっていうので一応もらってきた。これはまあ、これは関係ない関係ないやつで。こっちがいただき、これが、これが青旗。おお、青旗、うん、かな。師匠、どっち、こっちが青旗ですかね。青旗、うん。これが、こちらが、これがあんこ、マハタです。マハタ、巨大エソが気になる。巨大エソ。こちらは今回はかまぼこにしていく。おエソー。お、アジ、アジでっかい。うん、これは群れの中に1匹だけ紛れてきたやつ、はい、やつです。です。おー、はい、やばい、めっちゃ色はカラフルですね。そうですね、そうですね、カラフル。じゃあここからお料理対決に。皆さん、なかなかいい対決になるですね。これは楽しみだ。いや、超楽しみ。ではお料理対決に移りましょう。行きましょう。イエーイ。はい、じゃあこれから料理の方やっていきましょう。はい、はい、頑張っていきましょう。制限時間は一応20、あ、20分だけ。2時間っていう一応くくりがあるんで、はい、今、5時半になるので、一応7時半までが制限時間で、ゆっくりやっていきましょう。はい、じゃあじっくりいきましょう。安全に。ふい。なんぼ。じゃあ
さばいていく。ちょっとじゃあ先に鱗から取っていきましょう。これ魚なんですか？これはうっかりカサゴだね。大和くんが釣った。いやいいね、いい形で。うん、これは煮付けにしていきましょう。うんうんうん、うまいでしょこれね。なんでうっかりなんだろうね。ね、取られちまったぞい。うっかりしてたぞい。っていう期限があったり、諸説あるな。諸説ある。変わりましょう。お願いします。これは立派なアジだね。うんうん、紛れてんだね。ね、イワシだけじゃないんだね。うんうんうん、それが生後。そう、うんうん、生後だかっていう、うんうんうん、なんかアジ特有の、うんうんうん、あれそれよく見るわ、そこそうなってるね。うん、それでこうあれだよね、怪我してるみたいになってる。うん、取ってくれたんだろうね。味は何にしましょうか。舐めちゃう。あ、いいね。舐めちゃおうか。日本酒か。いや、たくさんストックしといてよかったねこれ。豆味とイワシ、これは南蛮漬けにしていきましょうか。そうだね。小味もこれはなめろうに使っちゃって、じゃあこの3つも、3つはこれもそうだね。下2つをあげようか。でこいつら南蛮漬けにして、こいつとさっきの大きい味はなめろうにしていきましょう。はい、腰が。腰の HP が残り30しかない。やばい。こいつは煮付けだからあれだよね、こう置くから見えないように腹を割るんだよね、こういうのって。わお、出た。いいね、これだったら煮付けにしてちょうど見栄えもいいよね。うんうん、よし、そこです。師匠もめちゃくちゃ腰痛そうなんだよね。これ痛くなるでしょ。本当に熱い。みっちゃん直伝、教えてもらってないけど。めっちゃ、もういい香りするね。シャリンガンで。よし、魚の下処理で、うん、1時間以上使っちゃって。急ピッチでいきましょう。うん、はい。じゃあ山田君のそっちやってる間に、揚げ物の準備して。楽しいね。ちょっと楽しい。レシピね。ストップってしてください。オーケー。
まあ、なめろうは任せてもいいけど、こんな感じ、まあ、気持ち悪い。あ、片栗粉が送られてきちゃう。もうやんねやんね。あれ、温度低い、まだいいんじゃない、いいか。同じぐらいの大きさのやつだよね。ちょっと大体普通にしとくか。味は大名おろしでいいよね。でお願いします。とりあえずね、料理予算5000円の中で、うん、俺らもうビール買ってきてるからね。立ち抜けてないよ。いや、ガソリンがよいしょ。こっちが青旗で、あ、いいね。こっちがじゃあ真旗にしようか。いいね。あ、難しい。お味噌ある。お味噌。ちょっと出汁入れる。よいしょ。あと。うわ。来たー。来たねー。
今日帰んない方がいいですよ。うん、すごい。ああ、うち触しか洗ってない。すごい。すごいよ。めちゃくちゃうまそうだね。料理ができました。できましたね。いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。うーん、真っ暗になっちゃいましたね。楽しかったっすね。楽しかった。なんか緊張感があって、ね、本当にあった。うん、ドキドキしながら。あっという間の2時間ね。うん、本当はね、本当ぴったしでギリギリね、あと2分。間に合いましたね。じゃあ僕らからちょっと料理の紹介。はい、お願いします。こっちから青旗と真旗のカルパッチョ。おお。で、これがアジとイワシの南蛮漬け。あ、美味しそう。で、こちら。よいしょ。これがうっかりカサゴと、あのいただいた、やったカサゴの煮付けですね。おお。あと、なめろう作りました。アジの。すごーい。めちゃめちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。葉っぱじゃない。和食で。では攻めましたね。はい、じゃあ猫丸さんお願いします。どうしよう。すごいっすね。これなんすか。このアオリイカっす。このアオリイカの炙りです。炙り。うーん。で、この天ぷらは普通にアオリイカとアシタバ、はい、アシタバと猫丸ちゃんが釣ってきたサバ。サバ。なるほど。で、こっちはイカそうめん。イカの耳ですね。あー、エンペラー。エンペラーですね。コリコリの。うまそう。これ何の葉っぱ。美味しそう。これはね、大根の葉っぱっす。へぇー。で、最後細かい。これはもう、イカスミパスタにしか見えないんですけど。イワズボガナ。うまそう。イワズボガナ。本格的だ。次だ。細かいんだよね。これ、なんか丸ちゃんがやったの。僕は一生懸命お皿上がってました。じゃあ早速、はい、審査員の方呼んで、うん、審査してもらいましょう。ですね。はい、はいはい、よろしくお願いします。ドキ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 。じゃあまず A からいただきます。 A からいただきます。はい、美味しそうですね。お魚ちゃんですね。いただきます。美味しいです。ごめんなさい。本当に美味しいですよ。本当に美味しいですよ。お刺身をいただきますね。うん。新鮮。新鮮。なつき B B いただきます。B いただきます。イカが多いですね。イカスミ大好きなんですよ。イカスミいただきます。うん、うまい。どうしてもいいですかね。これ迷いますね。迷ってる。いや、両方うまい。結果発表。それでは判定をよろしくお願いします。じゃあ、そこは音が入ります。ドラムロールが入る。ドラムロールが入ってるんで。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。一つの食材しかないときに、例えば振る舞う相手に楽しませるのってすごい難しい。あと大変で、さらに飽きさせずに美味しく食べるってなると、ちょっとやっぱりね、あの技術が必要。そういうところで B はこれ足がね、太いから結構いい獲物だと思うんですね。だけど、まあ、種類はこちらが多いじゃないですか。だけどこれを飽きさせずにいろんなパターンで食べさせてて、これだったら最後までいけるなっていうところにちょっとプラスポイントがあったんで、今回は B で出してもらいました。おめでとうございます。じゃあ今日は本当に、美味しい料理をありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、それでは、はい、おめでとうございます。はい、お疲れ様です。やっぱーい。やっぱーい。おめでとうございます。ありがとうございます。
それが飲みたかった。じゃあいただきましょうか。もうみんな疲れすぎてる。うおって最初あれ出してバーン。バーン。金さんかと思ったもん。このボンバーみたいな。いけると思ってたんですけど、綺麗にノックアウトされて、もう多分もう。とりあえず師匠を呼んどけっていう話。師匠の始まり、師匠で終わってさ、そうそうそう、よく見ると師匠って書いてある。しまったじゃなくて。いやもう本当にとっても楽しい一日ですね。あ、言えなかった。はい、また第2弾やりましょう。皆さん、はい、もう本当に美味しいものいっぱい作りましょう。次は負けませんですね。私も負けませんよって言って、はい、また今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ頑張ります。山本さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は残念な結果で負けてしまいましたけど、いや楽しかったし、とっても嬉しいお知らせがあるので。何ですか？こちら視聴者さんからいただいたザク、ザクだ、一升瓶でいただいていたので、これで焼け酒しましょう。美味しい量に並んでから、ね、そうそうそう、いいぞ、食べて飲んで。強かったね、小丸さんたち。うん、本当にチームワークがすごく良くて、普通に負けたもんね。普通に負けたっていう。悔しいけどしょうがない。僕はもう飲んで、はい、次回につなげましょう。忘れましょう、今日はもう。俺は忘れるよ。忘れるよ。だけ、そうだよ。そうそう、あ、だからか。じゃあ、自分で純米大吟醸いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございました。お疲れ様です。うん、純米大吟醸だ。香る、うん、最高だね。うまい。お疲れ様です。お疲れ様です。